どうもタッカーです。 MLB ダショー18ロードトゥーダショーやっていきたいと思います。前回の続きからですね、こちらのシャロットナイツだったかな、はい、の4連戦、まあ実質ね、3試合しか出れてないですけど、終わった直後になりますね。はい、なので、今回はこのノーフォークかなとの3連戦やっていきたいと思います。で、コメントでなんかあの音声、あの選手の音声入れないんですかっていうコメントをいただいてましたけど、なんかね、あの入れてはいるんですよ、一応。あのここの、あのまあ顔とか、こうなんだろう、体格とかこうを決めるっていうか、そのエディットするときに、まあ、最初にね、名前とかこう入れていくんですけど、ここのね、ファーストネームオーディオっていうところにね、一応入れてはいるんですよ。で、ただ今こうよく見るとわかるんですけど、あのね、名前がね違うんですよ、実は入れてる名前がね。で、なんでかっていうと、これね、タッカーっていうね音声がなくて、で一番近いのがこのなんですよなんでまあ一応これしかないんで、一応これ入れてはいるんですけど、ただこれが実際のそのなんだろう、 AA とか AAA の時にこの音声が反映されてるかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないですね。なんかあんまり意識してね、音声聞いてなかったですけど、なのでもしかしたら反映されてないのかな、 MLB だけしか反映してくれないとかあるのかもしれないですね。はい、ということで、早速ね試合いきたいと思います。あ、トレーニングセッション来ましたね。これはいつも通り、あ、そうですね、ミートの現在の限界値を上げる、まあ上げるって言っても今61が限界値で、それ62に上がるだけなんで、まあ、かなり地道な作業ですね。一応この選手の、前にもお話したかもしれないですけど、ファーストバットだったっけな、選手タイプにしていて、でそういう選手にすると打撃が結構こう、あの打撃にフォーカスを置いた選手って感じだと思うんですけど、この選手の場合は、まあ、ミートが、まあ、育っても限界値伸ばしても最高で80までしかいかないっていう感じなんですよね。はい、で残りが、そうか、チャンスを強くしたりとかか。でフィールディングはね、あの肩の強さとフィールディングはもう上がりきっちゃってるんで、あとはまあ送球ですね、正確さとかを上げるか、もしくは足をちょっと上げるか、まあそうですね、走塁の積極性を上げるのもありですよね。ちょっとだいぶ低いですからね、もともとが。か、もしくはこれはあれか、ミート と、パワーと両方、ただ左バッターに対してのみって感じよね。はい、でもう一個がこれが、あ、これパワーか。そう、パワーはねマックス99までいくんですよ、この選手タイプだと。で今66が最大値なので、それをまあ1上げる、これもかなり地道な作業なんですけど、ただねここ最近ちょっと気づいたんですけど、結構あのミートを上げるっていう方にどっちかっていうとフォーカスしていたんで、パワーをね上げてなくって、意外とパワーとミートが結構どっこいどっこいのね数値になってきてるんですよね。なのでまあそろそろパワーの方に舵を切ってもいいかなと思ったりもしていて、で限界値、まあ、見てもらうと分かるかもですけど、パワー VS R キャパシティっていう、まあ、どっちかというと右バッターに対しての、まあ、こうパワーっていうところが今65 で66がマックスなので、もうかなりマックス値に今近づいてきちゃってるんですよね。なのでこれがいいかな、なんとなく今パッと見、うん、これでいきましょう。後ろでダンベルスクワットしてるやつは誰なんだっていうダンベルじゃないか、スクワットか。さあ行きましょう、今回も3番サードですね。Welcome to MLB The Show and this presentation of Minor League Baseball. Tonight, the second of three to start the week between the Norfolk Tides and the Gwinnett Stripers. It's baseball on the show and it's coming up next. さあ行きましょう。
A right-handed Georgia native gets the starting nod. What do we need to know here, Danny? One of the things that jumps out, if you look at that stat sheet, a very high whip coming into this start. One of the things he's going to have to do a much better job. さあ、相手のピッチャーの球種ですね。フォーシーム。おお、これ初めてかな。バルカンチェンジってバルカンチェンジアップでしたっけ？なんか聞いたことあるけど、見たことあったかな。はい、あとスライダーと縦カーブツーシーム。バルカンチェンジがどんな感じかな、まあ、ただチェンジアップと似たような軌道だとは思うんですけどね。なんか、ああ今のか、なんか前にもね、ダブル A になんかバルカンチェンジっていうのを投げる選手いた気がするんですけどね。あんまりそんなに多くはいないと思うんでね、はい、その球種投げるのが。You never know. This could be a jump start to big things. One ball, one strike, the count. Now the one and one pitch. Ah, ゲッツーだこれは。いやー、くそー。やってしまった。We played an inning, still nothing, nothing.これはチャンスだな。どうしようかな。正直言ってここでショータイム使っちゃってもいいですよね。打った球、あ、バルカンチェンジだったんですね。最後あんまり分かんなかったな。いや、これは打ってもいい気がする。よし、 OK、 いいとこ抜けた。 OK、 一人だけかな、帰ってくるのですね。よし、でもいいとこでちゃんと打てましたね。お決まりのポーズも出たし、 OK。 今もバルカンチェンジだったんですかね。さあ行きましょう。これはね、盗塁できるチャンスですからね。結構引っ張るな、これ。結構、お、来た。おー、あー、そう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 、ちょっと待って待って、マジかよ、今ダメだわ。今はちょっとね、成功したんだけど、そのまんま、走塁のボタン押し続けちゃいましたね。うわ、もったいね、今の。ただ、実は今試したのが、コメントで前にくださってて、前回ちょっとできなかった、走塁時に、盗塁時に、こう、右側にこう、ちょっとね、こう、行きながら、こう、なんだろう、スライディングするみたいなのを、やるときに、右スティックを右に倒すと、できますよっていう風にね、言われてて、前回ね、ちょっとやってみたんですけど、うまくいかなくて、多分タイミング的に遅かったりとかしたのかなと思ったんですけど、今ね、ちょっとまた、試しにやってみようと思ってやって、ちょっとできるだけ早めに、ちょっと右スティックを右にね、倒してみたら、うまくいったって思って、うわ、うまくいったと思ったら、そのままこう、なんだろう、進塁のボタンを押し続けちゃったっていうね。いや、今のはいかん。最終的にはダメなね、感じになっちゃいましたけど。さあ、そうですね。打ったのはやっぱそうでしたね。バルカンチェンジでしたね。そっか、あれか。まあでもほとんどあれかな。チェンジアップだと思えばいいかな。何が違うのかちょっと分かんないですけどね。もしバルカンチェンジとチェンジアップの違い、もしご存知の方、ぜひコメントください。これ、何が違うのかね、全然分かんないんで。いいとこ決めるね、しかし。いいよいいよ、打ってみたいな。打ちに行こうよ、みたいな。あんまりでもあれですよね。コーチが映るってもないですよね。うわ、今のはもう完全にタイミングが。ちょっと負けてますからね。ここは、ちょっともう一個一気と打ちたい。あ、くっそー。残念。さあ、ピッチャーはそのまんま続いてますね。8回で76球ってかなり省エネピッチングじゃないか。
打ったのが最後フォーシームだったか。Ready to deliver. Here's the first pitch. There's a fastball right over the inside corner. One of the keys to pitching late in the game's first pitch strikes, and this guy's rolling along. So far, over 70% of his first pitches have been for strikes. ただこれはどうだ？ダメか。今の完全にボール球に手出しちゃいましたね。まあこれはもうしょうがない。多分3対1のまま終わったんじゃないですかね。ああですね。というか守備機会全くなかったな。さあでは次の試合も行きましょう。うわこのピッチャー、あの同じチームのピッチャーですけど0勝6敗か。全く勝ててねえな。9試合登板してて1回も勝てないって結構やばくないか。まず守備機会ですね。久々だな。なんかこの動画初の守備機会ですね。よっ、よいしょ、慎重に、OK。守備についても、ね、コメントいただいてましたね。結構こう弾いちゃったりするときっていうのが、ボールをこう、ね、突っ込んでいき、ボールに対してこう突っ込んでいきすぎだったりとかするので、結構ちゃんと体勢整えて待って、ボールしっかり取った方がいいですよっていうコメントね、いただいてましたね。確かにまあそう言われてみると思い返せば確かにこう突っ込んでこう取りに行こうとしすぎてて結果弾くっていうねことが多かったと思うんで、はい、ありがとうございます。フォーシームスライダーチェンジアップカーブ OK。 So guys, our visitors, as they take the field following a scoreless top half, they've been playing better than 500 baseball of late, 5-3 in their last 8 games. Hey, not an easy thing to do to get a sweep. いやにしてもやっぱり晴れの日ってなんかいいっすよね。球も見やすいし、景色もいいし。Today's game, you try and take care of business at home. This would be huge for this team.日の当たり方もね、こう角度的に悪くなさそうだし、一時見づらいってなりましたからね。おっと入ってるか。ちょっと待ちすぎてんな。積極的に振ってってもいいな。うわで結局こうなんだよな。いや今のはちょっとな、振らされたわ。うまいこと緩急で外されちゃいましたね。さあ、守備機会ですね。これまあツーアウトなんで一塁で OK でしょう。あうっそバントか。くーいけ頑張れ。よしよっ OK ナイス。そうですね、最後チェンジアップでしたね。やっぱりよし OK。 もう積極的にね、もう初球からうわタイミングどこだ。そろそろここよし OK。今いい感じだったんじゃないですか。タイミング的にどうだろう、際どかったけどかいくぐってセーフみたいな。 OKOK、okay, okay、
いやー本当にでもあれですね、自分がランナーにいると結構他の後続のバッターが打てないっていうパターン多いですよねっていうコメントでもねありましたね。だいたい自分がランナーにいるとあんまり他の選手打ってくれないですよね的ないや本当そうなんだよね。もう前回とか前々回からもうこの自分の後のバッターが全然打てないっていう。まあ今回に関してはいける、あいけないか、今回に関しては一応こうバットにねボールが当たるっていうのはまだマシかもしれないですけど、前回とかもう三振の連続でしたからね、もう三振祭りみたいな状況だったんで。そうこれねこのパターンね、せっかくチャンスだったんですけどね。さあこれも2アウトなので1塁だね。 OK、ちょっと待ってよ、今全然身動き一つ取ってないけど、今ボタン、グッジョブっていうかバッターグッジョブだけど守備バッジョブでしょうあんなサードいるかっていうぐらい棒立ちでしたね。さあチームはね負けてますね、やっぱりね。ああどうだ、うわ惜しい。お、いいんじゃない、いいんじゃない。え、入った？おお、すごいな。打ってから入るまでの時間結構早くなかったですか今。しかもレフト方向に。いいね、ナイスナイス。オッケー。いや、久々のホームランだなこれ。結構そうですよね、弾道は低めでしたよね。ただまあフェンスもね低いんで入ってくれましたね。いやそれこそ前回じゃないですけど本当に前々回かフェンス高すぎてね、もうホームラン性の当たり妨害されてるんでね。あ、高めか。てかピッチャー変わってんな。フォーシーム、カーブ、シンカー、スライダーですね。あ、ここはでも7回だから、ショータイム使っとくか。次回ってくるかどうかわかんないもんね。うわ、ボールか、ストライクか。うわ、入ってんだ。いやー、今振っとけばよかったな。ちょっと後悔。これも入ってるっぽいな。よっ、ほら、オッケー。ちょっとね、低め、インコース低めかなだったんで、ちょっとね、打球はあんま上がんなかったですけど、オッケー、オッケー、でも、ナイスバッティング。早くね投げんの早くね。早いって早いよ せめて一旦ちょっとさステップさせてくれって。ちょっとマジか、盗塁させてくれる、させる隙を与えてないですね。よし来た。
ラッキーラッキー、もう余裕でしたね。So he picked the right pitch to run on there, and he's in at second base with a stolen bag. Swing and a miss on the fastball, and that's the first out. 出たよ、また三振か。Got him with a good high fastball there. Danny, we see a lot of that pitch in strikeout situations these days. What makes it so effective? I think, Matt, what makes it such a tough pitch is you're changing eye levels. That fastball up looks so enticing to hit that you think you see that ball as a hitter. Do you think you can drive it?But it's really hard to get on top of that good high hard fastball. まあでも最悪進塁で打ってくれたんで、まあよしとしましょう。ここはね、頼むぞ。さっき三振してっからね、同じような場面で。しかもこの選手って多分実在する選手なんですよね。チャーリーカルバーソンなのかな。うん。でしかかも、あれかな、ドジャースから移籍してきてる選手なのかな。写真的にはね、ロサンゼルスのドジャースの写真ですもんね、ユニフォーム的には。え？あ、これファーボールか。オッケーオッケーオッケー。今、簡単に見逃し三振なんだんじゃないかと思っちゃった、今。よし。結局結局それ最終的にこれかいみたいな。ただ回ってくる。あ、でもちょっとだけ点数返してますね。ちょっと待って、あの球種だけは見さして、さすがに。ツーシームチェンジアップスライダーシンカーですね、ゴンザレス選手。あ、でもそんなに球速は速くないな。そっか、今のがツーシームか。あー、ダメだ。今のはダメでしたね。まあ、ちょっとストライクには見えたけど。危ねー。ナイスカット。うわー、マジか。今しかもツーシームなんですね。さ、では、クラブハウス戻りましょう。はい、ということで、そうですね。3試合やったかな。なんかまた、ちょっと3試合やったか、なんか感覚的に2試合しかやってない気がするんですけど、はい、ここもなんかね、大敗ですね、本当に。いやー、しかし、チーム勝てないね、本当に。これで6連敗か。なかなか、まあもう結構ね、シーズンも終盤なんでね、今更こう、なんだろうな、上位にっていう風な感じではないですけど、まあいい形でね、次のシーズン迎えたいっていうのはあるんで、うん。まあでもホームランはね、今回出ましたからね、はい。ということで、次回はこの、多分おそらくラストとなるであろう、このシャーロット、前回戦ったチームとまたね、対決になりますね。はい、まあ、4試合フルで出れるかどうかちょっと分かんないですけどね。はい、やっていきたいと思います。ということで、動画はね、一旦区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。